皆様ようこそお越しくださいました。善気と申します。今回はこのチャンネルで初めてちょっとモンストの動画をやってみようかなと思って今撮影しております。まあ何分初めてのことなので、なんかわけわからんこと口走りそうで怖いんですけども、先日コメントの方でもぜひやってくださいっていうのをいただきまして、まあこのチャンネルも最初は食玩から始めたチャンネルではあったんですけれども、まあ何が何でも食玩っていうわけではなくて、最近美少女プラモでやってますけども、せっかくそういったご要望いただいたのでやっていこうかなと思っております。で、今日ですね、ちょうど劇獣神祭の新キャラが実装されてますけども、その前にちょっとこちらクエストの方ですね、今シュリンガーラが来ております。私自身モンストエハースの紹介の中であんまり5術クリアできてないって話をしたんですけども、その例に漏れずこのシュリンガーラの方もこちら極みは攻略したんですけども、究極がまだできておりません。なのでそちらの方も今回プレイしながら、いろいろちょっと雑談的なことも含めてやっていこうかなというふうに思っております。で、パーティーはこんな感じですね。もうガチパです。ガチパで今までクリアできてないので、今回できるかどうかわかんないんですけれども、フレンドにも坂田銀といいのがいましたのでやっていきたいと思います。ではクエストに出撃。ちなみにこれ普通にスマホで録画してるんですけども、私の持ってるスマホ Android は10になってないんですけども、こういった機能最初からついてたんでちょっとびっくりしたんですよね。で、1手目なんですけども、上のプレイヤーの同時処理なんですよね。いけるかなぁ。お、危ない危ない。なんとか行けました。ただ、下のプレイヤー、これ、貫通制限かなんかでしたよね。まあ、私もあんまり詳しくなくって、もう今更攻略動画も減ってくるもないので、なんか無駄にあがきながら、なんとかできればなーっていうですね。お、なんとかなった。よしよし。まあ、この辺はまあ、なんとかいける方も多いんじゃないですかね。まあ、ポンコツプレイで、うだうだ喋ってるだけなので、つまんないかもしれませんけども。まあ、もしよろしければお付き合いください。で、これがバトル2ですね。これも同時で処理なんですけれども、確か、ハトホル、この仲間が、とか、キャラクターが詰まってるのは確か相互蘇生じゃないはずですよね。単体でいってみようかな。うん、貫通戦型きついっすね。反射が少ないので。まあ、銀徳さんに頑張ってもらいましょう。うん。左へ倒せたのはほんと完全に結果往来ですね。偶然の産物と言ってもいいんじゃないでしょうか。ただ、右上と左下が相互蘇生なんですけども、即死まであと3ターン。なんとかこの右下のやつだけでも早めに倒して、どうにもならんですね。じゃあ次、モモセでちょっと先に、右上と左下の方を、これで2回ずつ殴れないかなぁ。よしよし。で、問題はこれ真ん中4ターン即死なんですよね。あ、でも銀時まで回ってくればなんとか、なんとか弱点が速攻。これでちょっと、右とか下、下下がりで。あ、ブロックに嫌われた。ブロックに嫌われた。あ、でも結果俺、銀時強いですね。持ってる人羨ましいです。で、次がバトル3。確かここは1体ずつでいけたかな？貫通制限なんですよね。誰引っ張れるかな？こんな感じでちょっと。あとちょい、全蘇生でしたっけ、ここ。蘇生、全回復じゃない、ちょっと残る。でもあんまり大差ないって感じですね。これ、誰引っ張った方がいいかな？まあ、これでいきます。よしよしよし。あとは、左のハトホルでしたっけ？名前。を、こんな感じで。ちょっと今、撮影環境が普段と違うので、声反響してこもってて、ちょっと聞き苦しかったらすいません。まあ、これ、まあ、いや、リンさんでやっつけて、でも、次のワンピここか。弱点上か。これでいけるかなぁ。いけたいけたいけた。で、次にブロックの上にフレイヤーが並ぶので、まあ、左からぐるっと回ってこれたらいいなぁってとこですよね。
どうしたの、倒さないで、倒さないで、どうしたの、倒さないで。この真ん中が残っちゃう。エンジンリードは加速持ちなので、そこまでいければなんとかってとこですかね。いや、中途半端に残った。ああ、でも、左に弱点揃ったので、一周回ってエンジェルディーバーまで。真ん中倒しちゃう。あ、銀さんか、次。もう銀さん頼みですね、ここまで来ると。で、ブロック乗ってきたなぁ。ちょっとこんな感じで。あ、でもちょっと怖いな。こういって。で、ディーバ踏めない。ディーバ踏めない。でももう一発。届かない。ああ、きつい。こちらから回りますか。なんか、こんなとこでやたら長引いておりますが、まあ、ご覧いただいてわかります通り、クリアできてないので、こうなりそうなんですよね。無駄に時間かかりそうで怖いです。全然ダメですね。どんだけ時間かかってもらった話ですけど。まあ、幸い、即死までには倒し続けているので、SS が溜まっていいなぐらいで、あ、明日倒したか。あ、やめてた。こっち側からですよね。こっちの方が体力残ってるの多いので。で、いって。よし。よし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 。いやー、手間だってすいません。えらい時間かかりましたけども。で、次が、バトル4。シュリンガーラ出てくるとこですね。この下のハトホルを倒すみたいなことが攻略されて書かれてたので。まあ、そうは言っても貫通制限ので、そう、サクサク倒せるわけじゃないんですけども。これ、シュリンガーラも貫通制限でしたっけ？うろ覚えなんですけどね。まあ、これでいく。なかなか厳しいですね。貫通3で来てるせいもあるかもしれませんけども。即死3ターン。もう銀さんで暴れるしかないですね。これ弱点一発いけるかな。よし。もうシリンダーの真ん中4、即死。きついなぁ。SS 遅くなっちゃいました。危ない危ない。とりあえず、ハトホルは倒せた。あとはシュリンガーラ。でも残り2ターンしかない。SS も。こんな感じで、ディーバの加速拾って。で、次が銀さん。銀さんでどこまでやれるか。ちょっとディーバ拾いながら暴れてみます。拾えなかった。でも即死は来ない。危な。ちょっとハートも拾いつつ。あと一旦。SS がたまらなくない。どうする？まあ、とりあえず、ディーバ拾いつつ暴れる感じですね。いやー、もうほんと、首の皮一枚って感じですけども。怖い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 。で、次がバトル5。左側に漢字1個置いといたので、グレモリーはいいとして、これで、倒せるかな、このターンで。よし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 。まあ偶然でしたけども、左側に貫通を受けたっていうのは。で、次、銀さん。
場所が微妙すぎますね。とりあえず特定していきたいので、雑に打ってでも。で、加速のディーバーが下埋まっちゃってるので、これを上に出したいな、とりあえず。スリングガラス、地球ターン。ディーバがそこに行ったので、まあ、触れるのは難しいんですけども、とりあえず、回って戻ってこれたらいいなぐらいで、まあ無理ですよね、それは。ただ、D は上に出せたので、次、ダル。やっぱこっちからですよね。ワンパンで全部、まあ上と下、一番上が残る感じですかね、これでいくと。ちょい足りない。で、下にみんなまとまってるので、銀さんか。反射、これでいけるかな。危ない危ない危ない。ディーバの加速に助けられた即死まであと6ターン。で、ここに来たので、あとは、次はアディーバか。まあ、縦勘ですよね、これだったら。いい削り、いい削り。死なないで、死なないで、痛い痛い、きついきつい。で、あ、ディーバ拾える。ここ横勘の方がいいですかね、ディーバ拾えるので。よしよしよし。で、次がボスでしたっけ。いやー、緊張しますね。初めて録画しながらやってるとなると。しかもクリアできてないクエストですからね、これ。これは、斜めでしたよね、確か。こんな感じで。お、運よく右上と左下が同時に倒せましたね。で、次、銀さん。かな？なので、上が貫通制限なんで、上叩いてから暴れる感じで。なんとかそのまま、あ、よし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 。いやー、銀さんめっちゃ強いですね、本当に。で、暗転してスリンガーラが真ん中に来ると。あとは頑張ってシャキシャキってとこですね。こんな感じで、友情拾いつつ、確か弱点が反時計回りに移動するんでしたっけって言ってみてもあれなんですけども。こんな感じで、こことでした。お、いい感じ、いい感じ、いい感じの削りですね。あ、もう一回戻った。あー、やっぱディーバあるといいっすね。で、次ディーバで抜けるんですけども、あ、違った、だったにゃんか。ハートも取っておきたいんですけど、こんな感じで。怖い、怖い、怖い、怖い。で、次が、今攻略サイト見てますけども、真ん中にブロックがあって、そこにグレモリーが3台並んでるところ。4P、あ、違うか。この次ですかね。こんな感じで倒せるかな、2体。この次か。グレモリー並ぶの。あ、ですね。で、次、1P。このまま直で行くと角度が足りなさそうな気がするので、ちょっとこんな感じで右の壁経由で、そもそも行けないという、かっこ悪。弱点全部、ダルタニャンでなんとかなるかもしれないんですけど、とりあえず、左側のグレモリーの体力が減ってないので、こんな感じで、多少、なんか、あ、倒しちゃった、倒しちゃった。まあ、いっか。で、次がダル。あとずれちゃいましたよね。ダメじゃん。下まで行って、ディーバー、触れれたら、なんとかそのまま上まで行って、上まで行って。あー、あとちょい。次、ジンさんか。これもちょっとこんな感じで、ディーバーに触れられることを祈りつつ、よし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 。で、この下のブロックが下がるんですよね。
1PB 場そこ。弱点が時計回りに回るんであれば、こんな感じだったら3回触れられないですかね、弱点に。もういいです。あ、でもいい削り。あと5ターン。体力も結構やばい。やっぱディーバにはどうしても触れたいので、こんな感じで。で、体力がやばいので、ちょっとダルの SS を使って、回復させつつディーバに触れてって感じでいきます。で、次なのでこのまま体力も回復回復。いやー、出すぎですね。SS も溜まってはきましたけども、ディーバの SS 何でしたっけ？あ、号令か。これこうやって下のグレモリー倒せるかな？全然違うとこ来ましたね。いろいろ怖いので、ディーバの SS を使います。雑魚処理ここきついっすよね。お、よし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 。で、次にハトホルが呼び出されると。ハトホルって相互蘇生でしたっけ？違いましたよね。あ、ハトホル貫通制限。あ、じゃあこれで。あ、そうか、じゃあ、何でしたっけ、生成図。弱点量数か、防止戦士か、横の方向でと均等に削る感じで。均等じゃなかったですけどね。で、この状態でダルを使って、銀さんで多分倒せると思うので、あ、ということはこれ、銀さんで倒すんだったらこっちのハットフォルト、弱点触れれるんですかね。位置を上にしときたいですね。無理でしたね。まあ、ここは、右下の、じゃないわ、左下の、リーバに当たって戻ってくる前、あれ、リーバさん何だったかな、正式。まぁちょっと怖いので、回ってこれることを祈りつつ。おぉ、なんかギリギリ誘導で出す感じですね、スピードアップパネル。いやぁ、よらすげ。真ん中に来るんですよね。で、次が、1P。あ、ブーツも出た。こんな感じで、ちょっと一回弱点殴りつつグリーンちょっと感じですね。よしよしよし。で、もうそう。こうやって一発殴って左まで行けますかね。加速いか、届いてほしい。お、行った行った。あ、右、で、下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 、いけない。ソックスまでだと5ターン。まあ、ダルはもう下に弱点があるので、下狙いに行きます。怖い怖い。で、銀さん、SS。弱点露出でしたよね。あ、違った、全然違うわ。スピパワーアップ。反射なので、まあ、暴れでどっか他のとこ拾えたらいいなぐらいで。お、初めてクリアできました。あ、怖い怖い。なんか今心臓バクバクしてます。じゃあ、無事なんとかクリアできました。初クリアですからね。てか、訓練場でしたっけ？練習できるとこありますよね、モンストで。あっちでもシュリンガール落ちるんですよね。昨日それで練習して。どうにかドロップできたので、初ドロップの画面は出ないです。でも、初クリア報酬2個ゲットできました。ありがとうございます。クリアボーナスでシュリンガラですね。いやー、無事この初収録で攻略できてよかったです。
で、冒頭にお話したみたいに今日から、劇中でしょうね、このタイミングなので。で、エンマが追加されているようなので、実は覇者党のオーブについては、今ちょうど現在開催中の進撃の巨人コラビで全部ぶっぱしまして、リヴァイと、あと、ミカサ、運よくゲットできたので、残り56個なんですけれども、せっかくの初回の動画なので、ちょっとガチャ動画までやってみたいと思っております。無論10連です。エンマ欲しいですよね。攻略記念として1回記念として10連1回だけやって、動画してみようかなと思います。1回ですね、10連ガチャル確定数、瞬きしない、ストライクショットで言うかな。じゃいきます。ストライクショット、2回回れ、あーダメか、出るかな、止まって止まって、なんか怖い、爆死しそうで怖い。ん、デルフェゴール、爆死じゃなかったからいいってとこですかね。2体目かな、でもそんなたくさん被ってないので、よしとしましょう。こんな感じでしたね。爆死でもなかったですし、初めてシュリンガーラもクリアできたので、初回にしては上出来じゃないかなと思っております。今後もこの動画上げていくかどうかってのはちょっと微妙な気もするんですけれども、機会があったらまたぜひ上げてみたいなと思っております。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。